シャイアン・ジャクソンはアメリカ合衆国の俳優、歌手である。日本ではシェーン・ジャクソンと表記される場合がある。ジャクソンはシアトルの地方劇団でキャリアを開始した後にニューヨークに移ってモダン・ミリーとアイーダに代役で出演した。そしてアルターボイスでオリジナルのマシュー役を演じた。ブロードウェイで最初に主役で出演したのはオール・シュック・アップで。 アウトスタンディング、ブロードウェイデビューのシアターワールドアウォードを受賞した。以降ニューヨークのステージでは、ザーゴニーザーゴニー、ザナル、クタバレ、ヤンキース、フィニアンの虹、ハチ、ザ・ハート・オブ・ザ・マター、ザ・パーフォーマーズに出演した。映画では多くの作品に出演しており、マーク・ビンガム役で、ボストン映画批評家協会賞を受賞した、ユナイテッド93はアカデミー賞に、 ノミネートされた。また2014年のインディペンデントのコメディアンサンブル、ミュージアルフレンズで主役を演じ、NBC の36区、30ロックやフォックスのクリー、クリーなどの TV シリーズにゲスト出演した。またジャクソンは2015年から FX ホラーアンソロジーの TV シリーズ、アメリカンホラーストーリーにシーズン5、シーズン6、シーズン7そして、 シーズン8に出演した。ケニー・オルテガ監督のディセンダント3にハデス役でキャメロンボイス、ダブ・キャメロン、ソフィア・カーソンと共に出演した。ジャクソンはコンサートで2010年にザ・パワー・オブ・ブ・ツーとして2011年にミュージック・オブ・ザ・マット・メイン・エラとしての2回をカーネギー・ホールで行い完売した。またジャクソンはキャバレーでも公演している。 ブロードウェイのキャストアルバム以外に2008年にマイケル・ファインスタインとの共同アルバムザ・パワー・オブ・ツーをシングルのドライブとビフォー・ユーが収録された2013年の i ア m b l u e スカイズをそしてコンサートミュージック・オブ・ザ・マット・メン・エラに適合して発展させた2016年のスタジオアルバムルネッサンスを全部で3枚のポピュラーアルバムをリリースした デイビッド・ジャクソンとシェリー夫妻には、クリス、ジョン、シャイアン、そしてアンバーの4人の子供がいた。シャイアン・ジャクソンはこのうちの3番目の子供として、ワシントン州スポケーンのディーカネス・ホスピタルで生まれた。シャイアンの名は1950年代のウエスタンシリーズ、シャイアンによって、父に命名された。そしてワシントン州との宗教近くにある、アイバホ州北部にある、 ごく小さな町オールドタウンで育った。父、デイビッド・ジャクソンは、羊がネイティブアメリカンで、ベトナム機関兵であった。そして、父は、警察官で、保安官代理を兼ねていて、母、シェリーは、警察署の通信指令係であった。また、母は、ジャクソンとその兄弟たちと妹に、ジョーン・バエズ、ジョニー・ミッチェル、ボブ・ディラン、そしてエルビス・プレスリーの歌を教えて、 定期的に演奏会を開くようにした。ジャクソンがティーンエイジャーの時に一家はスポーンに引っ越した。シアトルで雑誌の幹部として働きながらステージ組合のエクアティカードを取得して地方劇団で俳優としてのキャリアを開始した。2001年のアメリカ同時多発テロ事件を契機として俳優になる夢を求めて2002年にニューヨークに住所を移した。あとに シアターから間もなくブロードウェイが何であるか知りました。私は考えました。それは私の人生の目的ですすべてのピースをそこに当てはめるだけの問題です。いつも俳優をやりたいと思っていましたが私は怖かったのです。しかし九1 1は私たちのすべてを変えて私に緊急性を与えました。と語っている。ジャクソンは地方の劇場で ウェストサイド物語のトニー、モーストハッピーファラのジョー、チルドレン・オブ・エデンのケイン、ヘアーのバーガー、回転木馬のビリー・ビッグ・ロー、くたばれ、ヤンキースのジョー・ハーディー、ロッキー・ホラーショーのロッキー、そしてキスメットのザ・ポイトとして出演していた。また、それ以外にも多くのプロダクションに出演していた。ジャクソンのブロードウェイへの出演は、トニー賞を受賞した、モダン・ミリーでの ジミーとトレバーの二人の代役が最初だった。また後に、アイーダのラダメスとしても代役で出演していた。そしてオフブロードウェイ上演のアルターボーイスでオリジナルの魔臭役を演じた。2005年にジャクソンはエルビス・プレスリーに捧げられたオリジナルのミュージカル、オールシュック・アップでブロードウェイで初めての主役を務めた。このチャド役でジャクソンは賞賛を受けて、 シアターワールドアウォードを受賞し、アウタークリティクスサークルアウォードとドラマリーグ賞にノミネートされた。そしてオフブロードウェイのステージ作品、ニッキー・シルバーのザーゴニーザーゴニーにビクトリア・クラークと共に出演した。2006年6月、予定されていたオープニングナイトに1週間を切ったところで、リハーサルで負傷したジェームズ・カーピネロの代わりとして、ソニー役で、 オリジナルのミュージカル、ザナドゥに出演した。以前、ワークショッププロダクションで、ジャクソンとジェーン・クラコースキーは、このミュージカルに出演していたが、スケジュールが合わなくて、ブロードウェイ公演には参加しなかったものであった。ジャクソンはこの役で、ドラマデスクアウォードとドラマリーグ賞にノミネートされた。ザナドゥは、トニー賞のベストニューミュージカル賞といくつかの賞にノミネートされていたので、 第62回、トニー賞のステージで、ジャクソンと他のキャストによるパフォーマンスが行われた。2008年ジャクソンは、ジェーン・クラコースキー、ショーン・ヘイズと共に、ニューヨーク・シティ・センター、S ・アンコールズでの、くたばれ、ヤンキースに出演した。アンコールズシリーズには2009年に、フィニアンの虹のウッディ・マホニー役でも登場した。また、アベニュー級を作ったトレイ・パーカー。 マット・ストーン、そしてロバート・ロペスによるミュージカル、ブック・オブ・モルモンのワークショッププロダクションに出演した。2009年10月に、1947年のミュージカル、フィニアンの虹が、ブロードウェイのストリート、ジェームズ・シアターでリバイバル上演されて、ジャクソンは再びウッディー・魔法に役で、ジム・ノートンやケイト・ボールド・ウィンと共に出演した。ウォール・ストリート・ジャーナルは、 ケイト・ボール・ド・ウィンとシャイアン・ジャクソンがオールド・デビル・ムーンを歌うのを聴くのはベストセラーのキャストアルバムからのように思える。と絶賛している。2010年1月17日に公演が終了してフィニアンの虹のニューブロードウェイキャストレコーディングのアルバムが2010年2月2日にリリースされた。2011年9月ダスティン・ランス・ブラックの新しい作品8ジョーマンテロ監督で ブロードウェイの上演が行われ、モーガン・フリーマン、エレン・バーキン、マット・ボーマー、クリスティン・ローリ、ジョン・リスゴーと共に出演した。また2012年6月にルサイト・ローテル・シアターで上演された MCC シアター制作のザ・ハート・オブ・ザ・マターにクリスティン・リッターと共に出演した。ブロードウェイの2012年から2013年のシーズンにデイビッド・ウェストリードのザ・パフォーマーズが ロングウェイカーシアターで上演され、ジャクソンはヘンリー・ウィンクラー、アリシア・シルバーストーン、ダニエル・ブレイカー、ゼニ・バーバー、アリー・グレーナーと共に出演した。この作品は2012年10月23日から11月18日までの公演で23回のプレビューと7回の公演で終了した。全体的にメディアのステージグレードは C であったが、エンターテインメントウィークリー、ハリウッドリポーター、ニュー、ヨークタイムズ、AP 通信では、ジャクソンとアリー・グレーナーに対して、非常に良い,い評価を行っていた。ブロードウェイのプロデューサーは、早期終了の理由に、ハリケーン・サンディによる工業収入への影響を上げている。ジャクソンは、2006年映画、ユナイテッド93に、 犠牲者となった乗客でヒーローのマーク・ビンガム役で出演してボストン映画批評家協会賞を受賞した。また2013年にはマイケル・ダグラスとマット・デーモンが出演していた HBO の恋するリベラーチェにビリー役で出演した。2014年映画版のシックスダンスレッスンズ・イン・シックス・ウィークスに出演した。ジーナ・ローランズが演じた職を知り添いたり、リー ハリソンに自宅で6週間ダンスレッスンを行うマイケル・ミネティ役であった。ブロードウェイで上演されたリチャード・アルフィエリのステージ作品が元になっていて、アーサー・アラン・サイドルマンが監督したものであった。2009年から2013年にかけて、ジャクソンは TB シリーズ36、36にダニー・ベイカー役でグリー、グリーの第2シーズンに ニューディレクションズのライバルである、ボーカルアドレナリンのコーチであるダスティング・ウールズビー役で出演した。2008年のライフタイムテレビジョンの TEB パイロット、ファミリープラクティスト2010年の ABC-TV の It Takes A Village、そして2012年のローカルタレントはジャクソンの出演があったが TEB 局での選択で放送されなかった。また、ブライアン・フラーで、 ブライアンシンガー監督の t v シリーズ、モッキンバードレーンに出演した。このドラマは、マンスターズを新しく作り直したもので、ジャクソンは、スカウト隊長のスティーブの役で、ポーシャ・デロッシュが演じた、リリー・マンスターに対して、愛の競争相手であった。このドラマには、エディ・イザードや、ジェリー・オーコーネルが出演していて、最初は、シリーズとして企画されたものの、 パイロットのエピソードだけで終わって NBC は2012年10月26日にハロウィーンスペシャルとしてパイロット版を放映した。ジャクソンはレディー・ガガ、マット・ボーマーと共に第5シーズンのアメリカンホラーストーリーホテルに新しいレギュラーの一人として出演した。そして第6シーズンアメリカンホラーストーリー体験談では ネットワーク管理者のシドニー・アーロン・ジェームズ役で、第7シーズン、アメリカンホラーストーリー、カルトでは、精神科医のルーディ・ヴィンセント・アンダーソン役で、第8シーズン、アメリカンホラーストーリー、目視録では、ウォーロックのジョン・ヘンリー役で出演していた。第9シーズンである、アメリカンホラーストーリー、1984には、出演しないとの意向を示していた。2019年、 ディズニーの t v 映画であるディセンダントシリーズの第3作目ディセンダント3に主人公丸の父親であるハデスとして出演している。ハデスの役はディズニーからのオファーによるものであった。ジャクソンは最初の頃にはバネッサ・ウィリアムスやヘザー・ヘッドリーのバックアップシンガーとして働いていた。2009年4月にソロのシンガーとしてローズリー・ジェンシーにあったナイトクラブでデビューした。 バックツーザスタートというタイトルでソールドアウトとなったワンマンショーであった。そしてマイケル・ファインスタインとチームを組んでザパワー・オブ・ツーと名付けられたショーを行った。このショーの CD は2009年11月3日にアルバムザパワー・オブ・ツーとして発売された。ジャクソンとファインスタインの再会コンサートザパワー・オブ・ツーは2010年10月29日に カーネギーホールの公演で行われた。また、ジャクソンは、シャイアン・ジャクソン、エスカクテル・アワー、ミュージック・オブ・ザ・マット・メン・エラとして、2011年11月18日に、ニューヨーク・ポップスのコンサートに出演した。デイリー・ニューズのジョー・ディ・マーノーイッツは、シャイアンは、ジュディの独特の歌い方やジョニーの曲を、ビター・スウィートなバラードに仕上げました。それはこの夜の美しいハイライトであって、 ニューヨークポップスと共に完美な瞬間を作り出しました。と書いている。2011年11月には Music of the m a メ Men Era というタイトルでカーネギーホールでソロコンサートを行った。また2012年12月には同じタイトルでケネディセンターのコンサートホールでナショナルシンフォニーオーケストラの96人のメンバーとゲストにニーナアリアンダを迎えていって 評価に称賛された2012年にジャクソンは、ソングライター及びアーティストとして、ヒッコリーレコーズとレッドディストリビューションを通してソニー、ATV 出版との契約を交わした。そして、オリジナルのシングルとメガボルト、ドライブを2012年5月10日にリリースした。この曲はトーマス・ソルターによってプロデュースされ、ビデオはクリスチャン・ホールスバーガーによって監督された。 アルバム I イ m Blue Skies はジャクソンがシーア・ファーラー、スティーブン・アイ・アロ、シャーロット・サム・タイムスと一緒にジャクソンが作り上げたもので2013年6月に最終的にリリースされた。そしてドライブはアルバムからリリースされた最初のシングルだった。2012年7月10日に2番目のシングル Before You がリリースされて AC チャートのホット100で最高位31まで上昇した。この曲のメガボルトはジャクソンとレイチェル・ドラッチ、そしてクリスティーナ・コールが出演してニック・エヴァーハートが監督した作品で1960年代の TV ショーアダムス・ファミリーやマンスターズ、そして30年代、40年代、50年代のクラシック映画にインスパイアーされたものであった。監督は このメガボルトはハリウッドの黄金期に捧げられていたと語っている。2016年6月3日にジャクソンは新しいアルバムルネッサンスを PS クラシックスのレーベルからリリースした。これはソロコンサートミュージック・オブ・ザ・マット・メン・エラから選択して発展させたものであった。ジャクソンは2008年3月26日にザ・アドボケート氏の表紙に掲載された。ハロー。 ゴージャス、ホーリーリング・マンシャイ・アン・ジャクソン、カミング・アウト・イズ・エ・ビューティフル・シングという見出しがついての登場であった。そして2008年には、アウト氏によって、ヒー・イヤー・オブ・エンターテイナー選ばれて、12月に、ガスバン・サント、ケイティ・ペリー、サム・スパローと一緒に100周年記念号に登場した。また、2010年4月に、カナダのファブの表紙にカイン・ジャクソン、ーーというタイトルで、 マイクルイーズの写真とともに、2010年11月に、シャインオン、シャイアン、グリー、エスホットニュービラン・オンラブ、リデンプションワンダー・ウーマンというタイトルで、そして2012年7月にアティチュード氏の表紙に、ジョセフ・シンクレアの写真とともに掲載された。ゲイであることを公表しており、LGBT ライツのサポーターとアンファールの国際親善大使としての活動をしている。 また、LGBT の若者のニーズに対応するための、非営利団体、ヘトラク・マーチン・インスティチュートの大使及び、スポークスパーソンである。物理学者のモンテラ・プカと2000年に交際を始めて、2011年9月3日に、ニューヨークで結婚した。しかし、2013年7月に2人は離婚の予定を公表して、2013年9月に、お互いの合意の上で離婚した。 ジャクソンは回復中のアルコール依存症であったが、2013年に男子を達成した。ジャクソンは2013年10月に、インスタグラムで俳優のジェイソン・ランドーとの交際を発表した。そして、2014年2月に婚約して、カリフォルニアのエンシーので2014年9月に結婚した。2013年に映画と TV に集中するため LA に住所を移した。 ジャクソンとランドーは2016年10月7日に、双子である娘のウィローと息子のイーさんの親になった。ありがとうございます。